サンデー・オブ・ザーバーとは、スリランカの週刊の新聞で毎週日曜日に発行され、英語で書かれている。サンデー・オブ・ザーバーと、その姉妹誌である、デイリーニュース、ティナ・ミナ、シル・ミナ、ティナ・カランは、国営企業である、レイクハウスから発行されている。サンデー・オブ・ザーバーの歴史は、イギリスの植民地時代である1834年に、遡り、1928年に、 現在の定裁が確立された。サンデー・オブ・ザーバーは官方であるスリランカガゼッタを除いてスリランカで最古の新聞である。2012年2月当時の発行部数は17万5000部。1796年にイギリスはスリランカの沿岸部を獲得し、1818 18年までの島での支配を確立した。1829年にイギリス植民地省は、 正論総督、エドワード・バーンズ統治下のスリランカの行政を評価し、改革を勧告するために、コールブルック・キャメロン委員会を設立する。1833年のコールブルック・キャメロン委員会の報告は、スリランカの近代化の始まりとされており、その中に、正論総督の広範囲な権限を制限するための、独立した新聞の刊行が含まれていた。当時流通していた。 唯一の新聞は1802年からセ論ロン島のイギリスの支配地域で発行されていたセ論ロン政府の広報だった。委員会の勧告の結果、新たに総督に赴任したロバート・ウィルモット・ホートンは1832年にコロンボ・ジャーナルという名の新聞の刊行を開始した。しかし政府から独立した新聞が必要とされている理由から1833年に イギリス政府によって、コロンボジャーナルの発行は停止された。コロンボジャーナルの配管によってできた空白を埋めるため、コロンボの商人ジー・アクランドと E.J. ダーリーは、オブザーバーコマーシャルアドバタイザーという名の各週間の新聞を創刊した。1834年2月4日に発行された、オブザーバーコマーシャルアドバタイザーの一面1834年2月に、 初めて刊行されたオブザーバーコマーシャルアドバタイザーは E.J. ダーレート・ジョージ・ウィンターが編集長を務めた。同年に新聞は警察署長を批判したために名誉毀損で告発されたが裁判所によって訴訟は棄却される。八百三十五年にバドラで医師を務めていた経歴を持つクリストファー・エリオットが編集長に就任し、エリオットは新聞を コロンボ・オブ・ザーバーに解明した。コロンボ・オブ・ザーバーは政府に対して非常に批判的な姿勢をとり、1848年のマータレーの反乱の際、キャンディの物資がイギリス軍によって破壊された事件さえも報じた。1873年に、セイロン等で最初の日刊誌となったコロンボ・オブ・ザーバーは中央高地の農園主を対象としていた。経済界の有力者で、 新聞界に強い力を持つ DR ビジュアルデナがコロンボオブザーバーを買収し1923年にセ論・ロンオブザーバーに改名した。ビジュアルデナは最終的にティナミナ、シルミナ、セ論・ロンデイリーニュース、オブザーバー、サンデーオブザーバー、ティナカラン、サンデー、ティナカランの7つの新聞で構成されるレイクハウスと呼ばれるメディアネットワークを設立した。 1973年に、スリランカ大統領シリマボ・バンダラ・ナイケは、レイクハウス出版社収容法案によって、レイクハウスを国有化し、AK プレイ・マダサが、最初の会長に任命された。サンデー・オブ・ザーバーは紙に印刷された、携帯以外にオンライン版も発行されている。また、スクールボーイ・クリケッター・オブ・ジーヤーなどのスポーツの、競技会を、毎年開催している。 ありがとうございます。